皆さんこんにちは。こんにちは。ウォーサンダー動画の73回目になります。頑張りましょう。今日もサクッと終わらせて帰りますよ。それでは今回のマップと車両の紹介です。マップはスターリングラードで北側スタート。お互いの拠点を取り合うバトルで、BR は 7.3 から 8.3 のトップ戦場になってます。初動はどこに行きましょうか？そうですね。今回はスタート位置が北側なので、最初は B4 のこの辺りに行って、B3 にある国立付近まで、車線を通そうかなって思います。了解です。では、移動中に車両の紹介しますね。今回の車両はこちら。ズドーン！日本のランク6、BR8.3 軽戦車、89式装甲戦闘車です。とまあ、例によってこの場ではこれ以上の紹介はしません。戦闘が終了してからたっぷりと付き合ってもらいますので、覚悟してくださいね。今日もいるんですよ。もちろんやります。嬉しいでしょ。何言ってるんですか。嬉しいわけないでしょ。うん。わかりました。戦闘終了してからが楽しみですね。キリタン。少しカットしまして、ミスチフ近に敵車両を発見したところです。敵さん、私たちの存在に気づいてるみたいです。逃げられる前にミサイルをプレゼントしてあげましょうか。このミサイル遅いから避けられるかも。まあ、やらないよりはやった方がワンチャンあるかもですし。うん。遠すぎてなんだかよく見えませんで。やった、ソ連車両だったおかげでめちゃ遅交代に救われました。ナイスです。T54 撃破しました。敵さんを探して、マップ中央付近までやってきました。ちょうど軽戦車の反応が出てます。私たちからも撃てるか見てみましょう。貨車の裏ですね。あれって抜けましたっけ？大丈夫です。運動弾なら抜けるので安心して撃ってください。よし、これは美味しかったです。BMP-1 撃破しちゃいました。それじゃあこのまま東側に移動して、敵拠点の見える位置まで行ってみますか。了解です。思いっきり被弾しておじさんが気絶しましたが、私は元気です。タランに撃たれたんですが、生きてるのが不思議です。貨車のおかげでしっかり狙うことができなかったんでしょうね。運が良かったです。それはそうと、スポットついてる敵さん撃てそうです。ちょっとしか見えてませんが、ミサイル当てれば解決です。なんか見られてる気がしますわ。やるしかありません。スイングファイア撃破しました。ナイスです。マップの D6 あたりで敵車両が何両か映ってるので、そっちに向かいますね。味方さんが撃破されているので急ぎましょう。敵さんのいるところに向けて進軍中です。フレンドさんもいるので、挟み撃ちにしましょう。敵車両確認、このまま攻撃します。側面からの攻撃なので、35ミリだけでも倒せちゃいそうですね。私は確実に倒したいのでミサイル使いますけどね。ナイスです。スーパーパーシング撃破しました。撃破したのはいいんですが、まだ敵さんがいるようです。分速値取られちゃいました。危なかったですね。センチュリオンマーク10撃破です。とりあえずスモーク展開して修理急ぎます。修理をした後拠点に戻って、ミサイルとおじさんの補充をしてきました。敵拠点の近くまで来たんですが、まだ時間はあるので敵さんを探したいと思います。お、航空機が反転して戻ってきそうですよ。この距離なら当てることができるかもしれません。頑張って落としてください。うん、クリティカルモニター。まあめちゃくちゃ燃えてますし、ほっといても落ちそうですけどね。あかりさんの言うことも一理あります。それに、あまり立ち止まってるのもよろしくないので、これ以上の追撃はやめときましょう。それじゃあ、もう少しキロ欲しいので敵リスまで行ってみませんか？お、やっと墜落したようです。スポレフ撃墜しました。素直に落ちてくれてよかったです。そしたら敵リスまで行ってみますか。ということで、敵リス付近までやってきました。さっきからエンジン音が聞こえてるんですが、姿が見当たらないんですよね。敵さんも少ないですし、こんな場所でもちゃもちゃやっててもしょうがないのでリス地に突撃しますか。私たちの姿がマップに映っちゃうのであまり気にしませんが、その時はその時です。近くにいた味方さんが敵車両を発見したようです。なんかブリブリすごい音してます。この音は M163 ですね。撃たれたら立ちやすいされるので気をつけて。よし、M163撃破しました。もう敵リスに用はないので急いで退避しましょう。味方さんが拠点の占領を始めてるので、そっちに行きますね。その後は、何事もなく敵拠点を占領して戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れ様です。それではリザルトの発表です。占領1、アシスト3、撃破数7、撃墜数1、スコア2400でチーム内順位は3位でした。今回の戦闘はいかがでしたか？どうって、随分と漠然としてますね。まあ、乗ってて一番思ったのは、砲塔旋回が遅いなって。T
機動力がある分、方針が追いついてこなくてもどかしい時があったりします。いつだかのアプデで、砲塔旋回速度落とされてますからね。まあそこら辺も含めて、後ほど紹介したいと思います。はい。それではいつもの行きましょう。じゃあ私はお菓子食べてるんで。なんでなんで、私ここ関係ないはずじゃ。キリタンにもしっかり働いてもらわないとですからね。私たちは一心同体です。勘弁してください。今日も始まりました、戦車紹介コーナー。担当のキズナあかりです。はい。何ですか？キリタンの。キリタンです。この時間は、私がふわっとした知識で使用した戦車の紹介をしようというもの。ただの紹介なので、ここから先は時間に余裕がある方とか暇な方、キリタンもっと喋ろうよって方のみお進みください。今日のあかりさんは、どうやっても私を巻き込みたいんですね。可愛いキリタンが喋れば、人気も急上昇です。バカ言ってないで早く紹介してください。そうですね。では今回使用した車両はこちら。日本のランク6、BR8.3 系戦車、89式装甲戦闘車です。この戦闘車は1980年から開発が開始され、1989年に正式化されました。当時の陸上自衛隊には、本格的な IFV と呼ばれる強力な火力を持ちながら隊員を輸送できる装甲車両はなかったんですね。ちなみに、IFV はインファントリーファイティングビークルの略で、日本語では歩兵戦闘車の意味。ロシアの BMP-1 やアメリカの M2 ブラッドレーのような輸送と火力支援能力を併せ持っている車両になっています。主砲は90口径 35mm 機関砲 KDA を装備。これはエリコン射程 35mm KDA を元に砲を短縮するなどの軽量化がされたものになるんですが、発射速度が低下していて、KDA が毎分550発なのに対し、KDE は毎分200発となっているんですね。そして、砲塔の両側面には7旧式対周艇対戦車誘導弾発射装置を装備しています。装弾数は4発で、2発はランチャー内に、もう2発は車内に格納してます。ミサイルの装填は、車種自ら外に出て行う必要があるようです。車体は圧延防弾鋼板が使用されており、アルミ合金製の車体よりも生存性は高くなっているようです。そして89式の車体後部には、特徴的な丸いボッチがついていますが、あれはガンポートで、車内から小銃を突き出して射撃が行えるという便利なものなんです。ですが、ガンポート部分は他の部分よりも装甲が薄いので、弱点になってしまうんですね。このような装甲を犠牲にする機構は、あまり見られない珍しいものになっています。して、1両あたりのお値段が約6億5000万円と高額で、生産されたのはわずか68両だけ。配備されたのも北海道の第7師団の一部と、本州の富士共同団のみらしいです。はい、実車の紹介はこんな感じでいいでしょう。続いてゲーム内スペックの紹介です。主砲は90口径 35mm 機関砲 KDE を装備。使用できる砲弾は APDS と榴弾。APDS の最大貫徹力は 127mm、30度で 116mm となっています。正面から殴り合うわけじゃないので、十分な貫徹力だとは思います。そして、砲塔の左右にミサイルの発射装置がついていて、2種類のミサイルが使用できます。7旧式対戦車誘導ミサイルと、7旧式対周艇対戦車誘導弾。7旧式対戦車誘導ミサイルだけ持っていればいいと思います。7旧式対周艇対戦車誘導弾はダメなんですか？あれはミサイルとは言ってますが、誘導できるただの榴弾なので使用する旨味はないんじゃないかなって思います。なるほど。確かに4発しか持てない中で、わざわざ性能が微妙なものを選択する必要はないですよね。まあこれはあくまでも個人の感想なので、使用してから判断してもいいかもですね。して、先ほどキリタンが言ってた砲塔の旋回速度なんですが、もともとはもう少し速かったんです。ですが多くの修正が入った中でナーフされたんですね。私が覚えてる変更点は、機動力の向上、負荷が10度にアップ、砲旋回のナーフ、ミサイルの高深海射撃ができなくなる、開発弾がなくなる APDS が初期から使用できる、などなど、まだあったように思いますが忘れちゃいました。性能変更前の89式はあまり乗ってこなかったので、そこまで印象に残ってないんですよね。次に防御性について。一番厚いところでも 35mm しかなく、何も防げないと考えた方がいいでしょう。ですが、車内レイアウトが優秀で意外と生き残れることもあるんです。画像を見てもらったらわかると思うんですが、車体前方に変速機とエンジンが配置されているので、特定の方向からの攻撃には高い生存性を発揮します。運が良ければ発動するかもって感じなので、過信は禁物です。さっきの戦闘でタライや戦地に撃たれましたが、そんなに被害がなかったのはそういうことだったんですね。最後に機動性です。機動性は優秀で、平地であれば40キロくらいまではあっという間に加速します。ですがそこからの速度の伸びがあまり良くないので、スペック表記の70キロは出せないと思います。まあそんなに気にするほどではないって感じですね。
この車両は IFV の中ではバランスが良く、非常に使いやすいと思います。IR や車長照準もありますし、なんだかんだ高性能なんですよね。IFV としては破格の 35mm で、側背面から敵車両をボッコボコにしてもいいし、ミサイルで正面から殴りつけてもいいです。幅広い戦闘が楽しめる車両だと思うので、皆さんも乗り回しましょう。ということで、今回の車両紹介は以上になります。今日もめちゃくちゃ喋ったので、私は満足です。結局あかりさんだけが喋りまくってて、私が入る隙間なんてありませんでした。それでしたら、次回はキリタンが車両紹介しますか？私は喋りすぎると死んじゃうので遠慮しときますね。何ですかそれ、もう少しマシな断り方はなかったんですかね？聞き役がいるってのも大事だと私は思います。それでは、今回はここまでにしましょうか。ここまで見てくれたそこのあなた、本当にありがとうございます。次回もよろしくお願いしますね。長時間のご視聴ありがとうございました。次もゆるく頑張ります。